深夜の高速道路で自転車とトラック衝突、チャリ男確信犯だ。6月28日午前2時20分ごろ、愛知県清須市の名古屋第二環状自動車道、内回りで、大型トラックが前を走っていた自転車に衝突した。自転車を漕いでいた団体職員男性、27、は重傷。男性は料金所から高速道路に入ったとみられる。県警はトラックを運転していた会社員の奥畑俊光容疑者、43。を自動車運転致傷処罰法違反、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕した。ここまで朝日新聞記事から引用。自分ならどうするか。三つの判断を迫られているのだが。1自転車を避けないと、運転過失致死。2自転車を避けると、隣車線の車と衝突、第三者への運転過失致死。3急ブレーキをかけ停止、後ろの車が追突してくる、第三者と本人も運転過失致死。運転者なら、2、3は避けなければならない。悩んだとしても、自動車専用道路で自転車を漕ぐ人間に悪意が存在していると判断せざるを得ない。したがってやむを得ず、自転車に衝突。日本の道路交通法は弱者保護の観点で運用されている。一例かつ最悪なのが最もらしい前方不注意だ。通行車両が少なかった制定時のままなのだ。運転者の道義的規範を、罰則を伴う法運用に使うまがまがしさだ。法は相互信頼が根幹とされる。この現場では自転車走行者がいないことが信頼の証だ。だからこそこの自転車男は確信犯だ。遊び心、酒酔いであれ、相手を重大な危害に遭わす悪意を用意しているからだ。ルールに従わなかった者のせいでルールに従っていた者が、ルールに従っていなかったものになるのは、あまりにも理不尽すぎる。マスコミも少し頭をひねれば、現行犯逮捕されたからといっても実名まで流す必要はない。相変わらず何も考えずに前例通り、手っ取り早く報道する能のなさ。電車は専用軌道を走行する。軌道に立ち入りはねられても運転者に咎めはない。逆に著しいダイヤ遅延や物的障害が出れば鉄道会社は当会社に損害賠償ができる。自動車専用道路走行当事者の悪意の所業には、法治国家として相応の刑罰が与えられよ。